ちゃんとセッション？うん、日の森さんのベース音がキレキレでかっこよかったんだ。へえ、確かにあいつのベースすげえレベル高かったもんな。ああ、俺たちは普段生の楽器と合わせることもないから新鮮だったんじゃないか。そうそう、すっごい新鮮だった。それに途中から草薙さんも来てくれて3人でやったんだ。え、草薙さんも？いいなあ、私も聞きたかったな。私たちも急にその場でってノリだったからごめんね、小羽根。なんか話聞いてるだけで楽しそうだね。そんなことがあったんだ。その日の森さんっていうのはどんな子なの？クールで静かな子だよ。でも楽器の音はすごくギラギラしてるんだよね。音楽で合わせたら口で話す以上にいろんな気持ちをぶつけてくれてた感じがしたな。しほちゃんらしいな。私も初めて話した時はそんな感じだったから。え、そうなの？うん、それまであまり話したことなかったんだけど、音楽のことならたくさん話してくれるんだなって。それから仲良くなったんだよ。しほちゃんはすごく優しくていつも助けられてるんだ。ふふ、私も一回その子の演奏を聞いてみたいな。いい友達ができてよかったね。あ、うん、本当に。さて、それじゃあ早速練習始めようか。うん、私も歌いたいな。よーし、まずは声出しからだね。ミクも一緒にどう？そうだね。じゃあ混ぜてもらおっかな。曲も決めてみ。うん、みんなも一緒に盛り上がっちゃおう。フォワード。ベースと歌でセッション？うん、普段やらないし、白石さんの歌もパワフルだし、いい刺激になったよ。すごいな、私も聴いてみたかったよ。ミクちゃんは聴いてたんだよね。セッションどうだった？どうだったか、なんていうか、面白かったよ。面白かった？うん、演奏していくうちにどんどん調子が上がっていくから、すごく聞き応えあったし、それにやっぱり誰かと一緒に演奏するのはいいなって感じた。ミク、それ私もあの時同じことを思ってた。それからみんなと演奏してる時も、私がいい演奏をできるのはみんなのおかげだって。じゃ、もうワンマンまで時間もないんだから、そろそろ練習しよう。うん、よーし、張り切っちゃうぞ。でも練習の前に、まずは指温めよっか。ミクも一緒にどう？いいね、やろっか。じゃあ、行くよ。みんなの演奏、よかったよ。それに、シコの音も、今まで以上に生き生きしてた。みんなも、そう感じたんじゃない？みんな、ありがとう！私たちの演奏が、最高だったってことだね。それに、シコの演奏、本当にすごかったよ。私たちも、もっと頑張らないとだね。ありがとう、みんな。すると、みんなも、今日は聞いてくれてありがとう。やっぱり、みんなと演奏してると、
音に気持ちが乗ってる感覚が自分でもわかるな。うん、私も同じ気持ちだよ。私も、もっと先まで、みんなで走っていきたい。みんなで、ワンマンを成功させようね。みんなならできるよ。頑張って。そうだね。じゃあ、そのためにも、もっと練習しようか。私たちで、最高の演奏を届けるために。